観光資源とは、観光やレジャーといった余暇を楽しむ需要に応じられる要素のこと。地域を起こしの方法の一つとして、観光産業を起こすときの元となる要素や、事象のこと。観光資源の概念は、鉄道省国際観光局が、リソーシズフォ法ツーリストの訳語として、観光資源を当てたとされるが、いずれもツーリズムではなくツーリストの翻訳が観光と、 なっている。法令上観光資源が使用されたのは、旧観光基本法が初めてであり、それまでは、京都国際文化観光都市建設法等において、文化観光資源として、文化と、セットで用いられてきた。なお、文化観光都市については、文化観光都市とは一体どういうこと意味か。もともと、文化と観光とは、相反する概念である。 文化というものは、初めから見せ物ではないし、観光化するということは、大抵の場合、文化の崩壊である。そんな矛盾する概念を二つくっつけて、どのような都市を作ろうというのかとする、厳しい意見が当時寄せられていた。朝日新聞データベースによる検索結果においても、軸としての観光資源は、観光基本法制定後に出現率が高くなっており、 それ以前の使用例は一件である。旧観光基本法及び、それを引き継ぐ観光立国推進基本法が規定する、観光資源は、史跡、名称、天然記念物等の文化財、優れた自然の風景地、温泉を代表例に掲げ、包括規定として、その他産業、文化等に関する、関するものとしているところから、あらゆるものが、 観光資源として捉えられている。なお、温泉が、自然、文化とは別に具体的例示として挙げられていることは、極めて、日本的な規定である。観光資源は、観光やレジャーに使われる施設や、あるいは、風光明媚で目を楽しませる名称などや舌を、楽しませる、郷土料理から伝統に基づく地域の文化を、 地域にある資産や資源とみなし、所定の地域にそういった資産、資源がどれほどまとまって存在しているかを考える際に使われる表現である。観光はそれ自体が非日,日常を楽しむ人間の行動であるが、行った先でも人間が生活している以上は、その目的地に住んでいる。 人々の社会では日常ではある。ただ、その地に訪れたもの,の日常とは、地域性の際にもよって違いが出ることも、ままあることであるため、特に所定地域の日常的な生活が、他の地域とは異なっている場合には、観光資源となり得る。その一方、地域の名物となっている、地域固有の産業や文化などは、その、特別さから、観光資源として扱われる。 こういった観光資源として扱われるものには歴史や風土を背景として連綿と行われてきたものもあるがその一方で地域の観光産業を盛り立てようと新規に起こされる場合もありこの場合は観光資源を鉱物ない史跡になずらえて発掘という場合もあるこの発掘では地域のものが見向きもしていなかった事物に脚光が当てられそれを軸に イベントが行われたり、施設の拡充が行われたりする。例えば漁港では、単なる産業施設としての機能だけではなく、新鮮な魚介類を使った料理や、市場機能の一部を一般観光客に振り向け、直接的に市場から、新鮮な海産物を購入できるなどのイベントが、催されたりもする。ただ、これら観光資源とみなされたものでも、 客観的結果として地域振興に役立つかどうかは微妙である。その観光資源に価値を乱すのは地元の企画側であっても実際に価値を評価するのは外部の不特定多数からなる観光客らであり、その観光客らが観光資源に興味を示さなければ実際的な価値は喪失し得ない。このため外部の人間をアドバイザーとして招くなどの活動も見られる。 観光学、寺前周一チョイプシロン出版企画2007年、梅沢忠夫著作集、第21号中央公論者、1993年、P103。ありがとうございます。